イタコテリングの島のダイバーのロットリールの値上げはいつ頃ですか？いや、メーカーから言われたらすぐ開けます。はい、すぐ開けます。もうちょっと、来月から上がりますって言ったら今月から上げる。はい、そんなこと。はい、ナイロンラインの値上げはいつからですか？いや、各社一気に来ると思いますよ。はい、今懸命に上げようとしてる。懸命に上げようと。まあ石油製品ですからね。はい、アメリカのルアーもすごいですよ。今まで1000円だったものがだいたい1500円ぐらいになってますから。1000だってなんでって言うとさ、100円、1ドル100円だったものが139円でしょ。そこに保険代はアメリカのドルでかかるでしょ、インシュランスね。それからあの運賃、アメリカ国内の運賃、それから船、これらも全て全部、運賃も上がってきますから、だいたい 1.5 倍と考えればいいです。今1000円だったものはだいたい1500円になるぞと、ね、1500円は2000ちょっとになるぞというふうに思っている。そのぐらいの値上げは9月1日からっていうのが一般的にいろんなメーカーさんからですね、はがきで来てますね。ここからこのぐらいの金額になりますよというね、ほぼほぼみんな上がってきますよ、うん、はい。ジム、こんにちは。値上げ商品教えて。今ね、輸入物すごいことになってるの。もうこっちもお手上げ、例えば70すっぽりネットって4500円だったんですよ、定価が。だから4950円で売ってたの。今度4500円がですね、もうあと2週間か3週間で入ってくるんですよ、70スポリネット。次入ってくるとね、5800円。高っ。さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。